日本留学中に食べたチキンカツカレーに感動したというイギリス人女性によるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は絶対おかしい、どういうこと、日本人の友達が作ったチキンカツカレーを食べたイギリス人女性が感動、でもよく見てみるとの話題です。海外、日本がまた魔法を使い出した。日本のインスタント食品は日々開発が重ねられ、近年高い進歩を遂げています。そのクオリティの高さは海外の人たちにとってかなりの驚きのようです。今回ご紹介するのは、日本でチキンカツカレーを食べたというイギリス人女性によるエピソードです。彼女は友達が作ってくれたチキンカツカレーを食べたそうですが、あることにとても違和感を感じたそうです。彼女の食べたチキンカツカレーとは一体どんなものだったのでしょうか。早速ご紹介していきます。イギリスでは日本のカツカレーがブームになっている。ロンドンやケンブリッジには日本のカレーを食べられるお店があって、かなり繁盛しているみたい。でも私は日本で日本のチキンカツカレーを食べたことがあるの。それはとても美味しいものだったわ。でもそれ以上にとても驚いたの。日本でチキンカツカレーを食べたのは私が留学中のことよ。今日は日本で食べたチキンカツカレーのお話をするわね。留学して驚いたことはいろいろある。まず天気が違う。イギリスは天気が変わりやすいというか、雨や曇り空の日が多い。青空を見られる日は少ないのよ。日本に来て青空を眺める機会が多くて嬉しかったのを覚えている。もちろん日本には雨の季節もあるし湿度が高い。それでも晴れの日が多いのはやっぱり嬉しかった。日本人はアメリカ人もイギリス人も同じ外国人に見えるらしい。これにはかなりショックを受けた。イギリスとアメリカでは文化も食生活も全然違うのに、それに英語を話せる日本人が少ない。ある程度の日本語を勉強していないとちょっとした買い物でも困ることが多いと思う。日本は本当に食べ物が美味しい。ベジタリアン向けのお店は少ない気がしたけど、豆腐を使った料理はとてもヘルシーでいいと思う。私はベジタリアンじゃないからいろいろなものを食べたわよ。焼肉、ラーメン、お寿司、天ぷら、天丼。日本ではホストファミリーの家でお世話になったの。ホストママの作る料理はどれも美味しかった。手作りの餃子も好きだし、唐揚げや天ぷらも美味しいの。お寿司はさすがに作れないみたい。日本人はお寿司が好きだけど自分で作ることはしないの。握り寿司はね、食べに行くかデリバリーで頼んで食べる。回転寿司のお店に行けば安くて美味しいお寿司をお腹いっぱいになるまで食べることができた。ホストママの料理はレパートリーが豊富で毎日メニューが違ったわ。ほとんどがライスに合うおかず。イギリスではジャガイモを使った料理は欠かせないけど、日本ではライスが中心だ。ライスに合うおかずは数えきれないほどある。ただ納豆だけは好きになれなかった。これからも無理かもね。ジャガイモ料理も多い。コロッケや肉じゃがは日本では定番の料理らしいわ。でもホストママの料理の中で一番好きだったのはカレーライスよ。カレーはインドで生まれた料理。インドがイギリスの植民地だった時代に、インドからイギリスにカレーが伝わったそうだ。インドのカレーは様々なスパイスを使って作る。イギリスはスパイスをミックスしたカレーパウダーみたいなものを開発し、それを使うだけでカレーを作れるようにした。そのスパイスは世界中に広がり、その結果インドのカレーが世界中に広まったそうよ。スパイス自体はほとんど同じかもしれないけど、国によってスープカレーが主流のところもあれば、イギリスのように小麦粉を使ってとろみをつけたカレーもある。宗教上の理由からカレーに使う肉の種類も違う。牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉、魚介類のカレーもある。日本のカレーはイギリスのとろみのあるカレーが伝わったものなのよ。それが今ではイギリスでブームになっているなんてなんだか不思議。ホストママの作るカレーはポークカレー、チキンカレー、ビーフカレーが多かった。時々スパイシーなスープカレーも作ってくれた。そういう時は大抵エビやイカが入っていたわ。どれも美味しいんだけど、ライスに合うのはやっぱりとろみのあるカレーかもしれない。スープカレーの時はパンでもいいかも。ホストママはトンカツやチキンカツも作る。でもカツカレーは作らなかった。
どうして作らないのか聞いてみると、カツを揚げてカレーも煮込んでって両方やるのはちょっと面倒なのだそうだ。カツを冷凍しておけば簡単だけど、そこまでしなくてもいいかなって言っていたわ。カツカレーやチキンカツカレーはレストランで食べたのよ。ボリュームがあって美味しい。学校で仲良くなった友達に連れて行ってもらったの。その友達には日本のレストランや居酒屋を教えてもらったわ。日本の居酒屋ってすごい。料理もドリンクもメニューが多いの。アルコールもノンアルコールドリンクもある。しかもリーズナブルで美味しい。友達は一人暮らしをしている。自炊をすることもあるけど、居酒屋や食堂に食べに行く回数の方が多いみたい。だから料理が美味しいお店をたくさん知っているの。ある時友達と一緒に課題をやることになった。友達の家でレポート作成をして、その日は泊めてもらう予定だったわ。その日のディナーは彼女の家から歩いて行けるところにあるお店にしようと決めていた。ホストママに外泊することを伝え、学校からそのまま友達の家に。レポートがある程度完成したらディナーに行くはずだったんだけど、これが全然進まない。思ったより難しくて、しかも量が多かったの。友達とレポート作成をしていると、いつの間にか外は真っ暗になっていた。すると彼女は、ごめん、お腹空いたよね。簡単なものでよければ作るよ、と言ってくれた。時間も遅かったし、確かにお腹が空いていた。レポートを仕上げてから食べに行くのは面倒かもしれない。そこで彼女に作ってもらうことにしたの。その間私はパソコンでわからないところを調べることに。すると数分後、お待たせ、早く食べてレポートを仕上げよう、と彼女が食事の用意をしてくれた。え、もうできたの？早い、早すぎるわ。彼女が用意してくれたのを見ると、それはなんとチキンカツカレーだった。わあ、美味しそう。するとそこに今度は味噌汁まで持ってきてくれた。え、どういうこと？絶対おかしい。彼女は一体何をしたのかしら。帰ってきてから何も調理なんてしていなかったのに。そういえば電子レンジの音さえもしなかったはず。こんな数分でカレーや味噌汁は作れないでしょ。私が驚いていると、いいから食べてみて、と言われた。とても不思議だったけど、お腹が空いていた私は早速食べ始めたわ。パク。わあ、美味しい。香りもいいわ。カレーも味噌汁も美味しい。感動。うん？でもちょっと待って、一体どういうこと？やっぱりおかしい。カレーと味噌汁を食べ終えると、彼女はその種明かしをしてくれた。実はこれ、フリーズドライ食品を使ったの。フリーズドライですって？フリーズドライ食品とは、名前の通り凍らせて乾燥させたもの。キャンプとかで使うあれよね。調理した料理を冷凍して加熱せずに乾燥させる方法だから、調理したばかりの状態を再現できる。フリーズドライの食品は水分を吸収しやすい状態だから、お湯をかけるとすぐに染み込む。だから時間をかけずにすぐに食べられるのね。でも日本のフリーズドライ食品は何か違う。見た目も香りも味も食感も調理後の状態と変わらないの。ということはこれ、お湯をかけるだけ？このチキンカツカレーが？嘘でしょ？信じられない。あ、ご飯は今朝炊いたやつだよ、と彼女。美味しいディナーの後、まず課題を終わらせることに。ようやくレポートが完成し、私は気になっていたフリーズドライ食品についてパソコンで調べてみた。フリーズドライという製法はかなり古くからあるようだ。戦時中の食料や宇宙食にもこの製法が使われた。この技術が日本に伝わったのは1960年代後半で、現在では様々な食品に利用されているという。友達に何種類くらいのフリーズドライ食品があるのか聞いてみたけど、カレー、味噌汁、スープくらいかな、との返事。でも味噌汁やスープ、カレー以外にもリゾットやパスタ、丼物まであることが分かったの。翌朝友達に頼んでフリーズドライの味噌汁を作るところを見せてもらった。フリーズドライの味噌汁は茶色のブロックだった。その四角い塊を器に入れてお湯を注ぐ。それだけよ。すると思った以上に早く味噌汁が出来上がった。これはすごい。便利だし美味しいし。ホストママがフリーズドライ食品を使っているところは見たことがないけど、もしかしたら非常用に買ってあるかもしれない。帰ってから聞いてみると、あった、味噌汁だ。
ホストパパが一人で味噌汁を飲みたい時のために何種類か常備しているという。鍋もまな板も使わないし、何より時間をかけずに作れる。私が友達の家でフリーズドライのチキンカツカレーを食べたことを話すと、ホストママは、面白いわね。今度買ってみようかしら。と言っていた。そして、チキンカツカレーだけならライス以外にも使えそうね。っていうのよ。どういう意味かわからなくて聞いてみると、うどんとかパスタにかけるとかですって。なるほど、そういう食べ方もあるのね。イギリスにもフリーズドライ食品はあるけど、私は食べたことがない。イギリスにある日本のカツカレーのお店を見ると、あの時のことを鮮明に思い出す。そして美味しかったチキンカツカレーを思い出すの。そう、フリーズドライのチキンカツカレーの味よ。あれは本当に魔法のようだわ。以上がエピソードの概要です。そんな日本のフリーズドライ食品は SNS や YouTube などでもたびたび紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本のフリーズドライ食品のクオリティがやばい。レベルが違うよ。この日本のフリーズドライの味噌汁は、私が今までに食べた味噌汁の中で一番美味しい。私がジャパニーズレストランで食べた味噌汁よりも美味しいと思ったほどだからね。おいおい、またかよ。日本がまた魔法を使い出したぞ。これは宇宙飛行士の食べ物みたいね。賞味期限も長くてとってもいいわ。私は特にビーフシチューが気になる。俺が何時間も作ったカレーよりもお湯を注いだだけのものがうまいだと？どれどれ？あ、ほんとだ。私がアメリカで食べたフリーズドライ食品はキャンプ用の簡単なものばかりよ。クオリティが全然違うようね。電子レンジも冷蔵庫もいらないのか。すごいよね。しかも美味しいなんて。なんて技術だ。私も家族にこの日本の魔法を使ってみるわ。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したイギリス人女性は、友達が作ってくれたチキンカツカレーがフリーズドライ食品として驚いたようです。海外でもフリーズドライ食品はあるようですが、非常食やキャンプ用というイメージが強いようで、こんなに美味しい日本のフリーズドライの食品のクオリティにはとても驚くようです。技術だけではなく、その味にもこだわりたっぷりの日本のフリーズドライ食品。袋を開けてお湯を注ぐだけで始まる、その美味しさは確かに日本の魔法を、かもしれませんね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。